皆さんいかがお過ごしでしょうか。ジャズドラマー、ワインエクスパート、そして専属学園音楽大学客員教授の大坂正彦です。よろしくお願いいたします。コロナ第3波を迎えてですね、ますます家飲みの機会が増えるかと思います。家飲みに向けてワインなんかいかがでしょうか。ということで、ワインエクスパートである私がワイングラスの選び方や、グッズの選び方、さらには個人的見解ですけれども、ワインの選び方なんかも、紹介したいと思っております。よろしくお願いいたします。まずはグラスの選び方なんですけれども、どんなグラスでもいいじゃないのと思いの方もたくさんいらっしゃると思います。まあでもね、やっぱりいいワイングラスで飲むとですね、まあ気分が少し上がりますよね。特に家で飲むときなんかは、まあ普通のコップで飲んじゃったらなんか寂しい思いがしますよね。なので、まあおすすめなのは、やっぱり僕がおすすめなのはこのボルドータイプのグラスです。ちなみにこれはリーデルのビノムボルドータイプの、まあ多分2000円ぐらいのグラスなんですけども、とっても薄くてですね、いい音もしますし、とてもやっぱり綺麗です。多分ショップなんか行くと、もう少し小さいサイズのこの、まあ万能タイプって言われるやつなんですけども、白ワイン用グラス、これを勧められると思うんですね。これリースリングとかゲベルツとか、まあいろんな、まあ、シャルドネでも何でもいいんですけれども、ただやっぱりワインの醍醐味って赤ワインを飲む時にあると思うんですね。なのでこの1個のグラスという意味でしたら、このボルドータイプが僕はいいかなと思います。巷にはね、こういう手での持って飲む、なんか何だろう、日本酒のグラスみたいな、グラスもあったりもしますけれども、もちろんこれも悪くないんですけども、やっぱりまあステムを持つこのかっこよさっていうかね、気分と、やっぱここを持ってしまって、こうなんとなくこう指紋がベタベタたくさんつくこの感じ、なんかいかにも家飲みって感じがしちゃうので、まあでも反面ね、家飲みの気楽さを味わえるという意味ではこのグラスもおすすめですかね。これ全部リーデルのグラスなんですね。まあ別に僕はリーデルの回し物でも何でもないんですけれども、まあリーデルがやっぱり一番、まあ、個人的な見解ですけれども、リーズナブルかなと思います。さて次にグッズですね。これはこういったグッズはね、マストだと思うんですね。と言いますのも、まあ、やっぱり家飲みだからといって飲みすぎてしまう傾向って出てしまうと思うんです。でも僕なんかは実はこの前、まあ、4日目なんですけども、だいたい1本4日ぐらいかけて飲むんですね。1日の推奨摂取量、ワインの場合はだいたい 200ml と言われております。ちなみにワインはですね、糖質は非常に低いです。日本酒の3分の1以下ぐらいですかね。 100ml あたりの糖分がですね、赤ワインの場合 2g を切るぐらいなんですね。それに比べて、まあ、日本酒というのが 4g 以上あるので、まあ、日本酒を飲む方は、まあ、糖尿病とかそういうのを、ね、気をつけなきゃいけない。まあ、僕なんか糖質をすごく気にしているので、やっぱり赤ワインが一番自分に合ってるかなと思います。もちろん白ワインもですね、100ml あたりの糖質は、日本酒の半分ぐらいですので、その意味でも、いいかなと思います。それで、その保存のためにはこのグッズですよね。まあ、そこらのスーパーで売ってます。手頃な値段だと思います。1000円ぐらいだと思うので、ぜひこれはこうシコシコってやるやつですね。これはあった方がいいですよね。これがあると、まあワインセラーなんかいらないんですよね。まあもちろんワインセラー持ってる方はそれはそれでいいんですけれども、まあ冷蔵庫に保管して、まあ、冷やしておくと。で、飲むちょっと前に冷蔵庫から出してグラスに移して、ちょっとね、温度上げとか、あるいはまあ以前ちょっと言いましたけれども、こうやって持つことで、本当はこう持っちゃいけないんですけど、ブランデーの持ち方ですからね。でもこうやって持つことによって、まあこの中に入ってるワインの温度が少し上がりますよね。なのでちょっと冷えすぎてるかなと思ったら、こうやってちょっと上げて飲むといいかもしれません。あとオープナー、肝心なオープナーを言うの忘れました。こういうね、1000円ぐらいのオープナーで十分だと思います。これなんか2段式でね、便利ですよね。こういう便利なオープナーはとってもいいです。ちなみに僕はこんな、ライオールっていうメーカーの、ね、ワインエクスパートになった時に奮発して買っちゃいましたけども、まあ、こんなの買っちゃうのはね、もうちょっとのぼせ上がってる人っていうか、ね、まあいや、
僕ですよ、効果です、まあ、やっぱりね、そのワインエクスパートになったみたいな風にはもうちょっと気分が上がるじゃないですか。でもその昨日こと考えると別にこれで全然いいんですよね。まあ気分で、あとまあ逆に家庭だったらこういうのでもいいですよね。こういうのでこう刺して間違いないです。一番なんかこう子供受けしそうですよね、この脇の感じ。それからこれデキャンタっていうやつです。これもですね、昔買っちゃったんですけども、ほとんど使ってません。なぜ使わないか、洗うのがめんどくさいから。まあグラスなんかも実は洗うのがめんどくさいからこういうグラスは嫌だっていう人いますよね。まあでもこれだとね、まだってこういったね便利なたわしがあるので、まだ今時はね洗うのそんなに面倒じゃないです。しかしながらこちらのデキャンタ、これは洗うのが結構めんどくさくて、まあ全く使ってません。まあ、デキャンターは、まあ、ヴィンテージワインを飲むのには非常にね、いいんですね。というのは、ヴィンテージワインっていうのはやっぱゴリッと言いまして、カスみたいなのが溜まってたりするんです。それをこう、注がないようにするために、瓶から注ぐと、まあ、それがドボッと入っちゃったりするので、まあ、注がないようにするために、デキャンター酒と言いまして、デキャンターしてこう飲むっていうのがあるんですけども、若いワインの場合は主に、デキャンターすることで空気に触れさせて、まあ、熟成を進めるわけですね。そのためにデキャンターを使ったりするので、まあそれだったらまあこうグラスをぐる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 回すという作業で、そのことは足りるかなとも言えますし、今時はまたこういうポアラーと言いますけども、こういうのをこう刺してこれでこう注ぐと、まあそのデキャンターしたのと同様な効果が得られるということでですね、まあ、こういうポアラーみたいなのもあります。ポアラーも今安くて1000円以下で売ってますんで、グッズを揃えるのにはそんなにお金はかからないです。次は、肝心のワイン選びですね。まあこれはもうここからは僕の個人的見解が入っちゃうので、なんとも言えないですけれども、例えば僕はね、以前住んでたところの近所にイオンのねリカーショップがあって、そこによく行ってたんですけども、イオンリカーショップの、ランキングでも見てみましょう。1位には2508円のヴィラモリーノバルポリチェッラリパッソ、すごいですね。ヴィラモリーノバルポリチェッラリパッソ、かなりこうなんだかよくわからない、一般の方にはなんじゃそりゃっていう感じの名前がついてますけども、まあこのヴィラモリーノという人が作ったバルポリチェッラリパッソ、リパッソっていうのはその製法なんですけども、これが今1位になってますね。2508円、まあちょっと普段飲みにはお高いと思いますけれども、でもね、実はこのリパッソっていう結構美味しいんです。というのはアマローネっていう製法がありまして、アマローネっていうのはまあこのリパッソもそうですけれども、アパッシメントといいまして、ブドウを、陰干しするんですね。そのことによってブドウ自体の糖度を上げて、こう非常に凝縮したワイン作りができるわけです。なのでその特にアマローネなんか飲むとね、うわすごいパワフルなワインだな、まあだからワインあんまり飲まない方でもそのアマローネ飲むとなんか特別なお酒だなっていう感じはすると思うんですね。ただしアルコールも強いですし、凝縮されてるので非常に強いですアマローネで。リパッソというのはそれの2番煎じなんですね。2番出汁みたいなものでちょっと薄いんです。なのでその意味ではむしろちょうどいい、ヴィラモリーノバルポリチェッラリパッソ、これなんか1位になってるとなかなかいい感じですよね。でもね、僕がこの気になってるのは実はこの2位 の, このルチェンテ。ルチェンテはね、この値段で買えるっていうのはちょっと驚きなんですね。これセールになってますね。ルチェンテっていうのはルーチェっていうね、イタリアのね、多分僕の世代の人は聞いたことあるんじゃないかなと思いますけど、オーパスワンっていうカリフォルニアのロバート・モンダビという人が、ボルドーのラフィットと共同して作った、まあ、ベンチャービジネスの、先駆けと言われてますけれども、イタリアのフレスコバルディというメーカーとベンチャービジネスで組んで、作ったのがルーチェ。それのセカンドなんです。ルーチェもかなり力強いパワフルなワインなんですけども、ちなみにこのルチェンって僕去年の夏に、
大阪行った時かな、いただいて飲んだんですけども、あとまあルチェンテ他のまあ何度か飲んだことありますけど、ルチェンテこのイオンリカーショップ2980円、税込みだと3278円、もしかして僕はこれ買っちゃうかも、これ今見ておおっと思いましたね。まあ、これ赤ワインの売れ筋ランキングですかね。イオンの白ワインの売れ筋ランキングの1を見てみると、ゲベルツトラミネールですね。アーサーメッツゲベルツトラミネール。ゲベルツトラミネールっていうのもですね、あまりワイン飲まれない方からするとなんだその名前っていうのはあると思いますけども、ゲベルツっていうのはスパイスっていう意味なんですね。なんでゲベルツトラミネール、トラミネールっていうブドウの種類でスパイシーな、まあその香りが強いっていうことですね。とは言いながらも料理に合わせやすいワインとして知られています。値段もこなれてますよね、1480円、いいですね。では次に、エノテカの、コスパ抜群1000円台ワインってやつのリストを見てみましょう。モンテス、来ましたね。エノテカはやっぱりモンテス推しなんですよね。チリのワインで、まあ、モンテスアルファっていうのが一番有名ですけども、力強いワインですよね。そのモンテスアルファのちょっと下のランクということですね。モンテスクラシックシリーズカベルネソーヴィニオン。ちなみにね、あのフランス産のワインっていうのはブドウの種類を書かないのが通常なんですね。なんとか書いてない。で書いてるのってニューワールドなんです。と言いますのもフランスとかの、まあヨーロッパですね、ヨーロッパのワインはその種類を書かないんですよね。有名なのはボルドーブレッド、ボルドーはメルロ、カベルネとかね、そういうのを混ぜてますよね。あと GSM ブレンド、これはあのローヌ地方のグルナッシュ・シラ・ムールベードとかね、先ほど言った、バルボリチェッラもリパッソ、バルボリチェッラ・リパッソっていうのも実は、モリナーラ、ロンディネーラ、コルビナっていうのも3種のねブレンドなんですね。でニューワールドはブレンドではなくてその品種そのものを打ち出すことで、それをまあマーケティングとしてこう分かりやすさとして伝えてるんですね。なのでまあ1位にモンテスカベルネソーヴィニオンとバーンって出てます。2位ムートンカデルージュ。ムートンカデというのはね有名な、シャトー、五大シャトーの一つの、ムートンロートシルト、ムートンロートシルトの、末っ子というんですね。ムートンカデ、カデっていうのはもうお弟子さんっていう、ロン・フィリップ・ド・ロスチャイド、まあ、なんか由緒正しそうに聞こえますよね。まあどうでしょうね、ムートンカデ確かにコスパもまあまあいいとは思うんですけども、まあ僕だったらムートンカデよりはやっぱりさっきのモンテスの方が、コスパいいんじゃないのかなとは思ったりもしますね。シャンパーニュの話が出てきませんでしたけれども、シャンパーニュっていうのはまあお好きな方多いと思いますし、特にあの僕の世代だったらあのジュリア・ロバーツですかね、あのプリティ・ウーマンのジュリア・ロバーツがあのイチゴとシャンパーニュで飲んじゃうみたいな、そういう有名な話がありますけれども、シャンパーニュというのは実は、伝統的な作り方をしないとシャンパーニュと名乗れないので、実は手間がかかるんです。手間がかかるということはそれが値段に反映して、だからコスパがいいか悪いかというと、実はシャンパーニュというのはそれほどコスパがいいとは言えないかもしれないです。まあその意味でおすすめなのはスペインのカバですよね。カバっていうのはシャンパーニュほどの手の込んだ作り方はしてないんですけど、それでも十分泡の雰囲気は味わえますし、味わいもね、軽やかでキリッとしてますから、カバはおすすめですよね。まあイタリアにもスプマンテがありますし、まあその泡の感じを楽しみたいっていうんであれば、シャンパーニュを避けてそういうところに行くと、あのプライス的にはリーズナブルな美味しいものが得られるかもしれません。あとね、ドン・キホーテなんかに行ってもすごく安くね、ドン・キホーテだとコノスル、いわゆるチャリンコワインって言われるやつなんですけども、コノスルとかね、すごく安く手に入ります。ただコノスルも昔はね、あんまりいいワインってイメージがなかったんですけども、ここのとこずっと頑張ってすごいいいワイン作るようになっていると思いますね。まあチリワインだけあって、まあ、力強いです。美容ワインも作ってますしね。まあちなみに美容っていうのもね、実は難しくて、究極の美容ワインは実はロマネコンティなんですね。
ロマネ・コンティっていうのは昔からその、自然派な作り方をしてますし、先生術にのっとってみたいな、非常に厳格な作り方を実はしてるんですね。今やシャトー・ラトゥールもエピオワインに なりつつあるみたいですけれども、ただ今申し上げた二大ワインはですね、ものすごい高価です。もう超高価に比べて、多分ね、お安いビオワインっていうのは、それはどうなのかなということもあるんですね。野生の酵母を使ってますし、やっぱりビオワイン 特有の還元臭って言われる、こうなんかちょっと硫黄っぽい香りとか、あんまりこれ美味しそうな匂いなのと思うような匂いもあったりするんですね。なので、まあ僕はやっぱりそのワイン、まあそんな飲み慣れてませんっていう方だったら、普通にビオじゃなくて普通のワインを購入されることを僕はお勧めしますかね。まあもちろん異論反論ございますでしょうけど、あとそういう量販店から購入する際はですね、やっぱり一番問題なのは保存状態だと思うんですね。保存状態がやっぱり良くないと、どうしても酸化が進んでしまっている。酸化が進んでるとどうなるかというと、ちょっとなんか苦いねこれみたいな、ちょっと苦い、ちょっと焼けた感じって言いますかね、そういうことがまあまああります。でよくそういう量販店で珍しく、あ、すごいヴィンテージワインが安く売ってるねみたいな、2002年とか2003年とかね、ヴィンテージの味わいが味わい、あ、ヴィンテージを安い値段で味わえますみたいなのがあったりしますけども、気をつけて買わない、僕もたまに捕まされてしまうんですけども、気をつけて買わないと、やっぱり保存状態が悪いともう飲んだ瞬間あれっていうのもありますし、あと安いくてやっぱりヴィンテージってことはそれなりのポテンシャルしかないってことなんで、まあ別にそういう保存状態が悪くなかったとしても、あっという間に味が落ちてしまう、あるいはなんかふぬけた味だねっていうのもありますんで、その辺は気をつけていただいてもいいかなとは思いますね。まあ今回はこんなところでですね、家飲み時代を迎えてのワインのおすすめですね、いかがだったでしょうか。ワインもね、ジャズと同様にいろ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 飲むことでその面白さ、奥深さが分かると思うので、ぜひこの家飲みワインやってみてください。